午後1時半過ぎ、下呂市内です。大粒の雨が激しく地面に打ちつけるように降っています。梅雨前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込み、大気の状態が不安定になったため、各地でまとまった雨が降りました。三重県南伊勢は1時間に62ミリの非常に激しい雨を、三重県鳥羽は1時間に42ミリ、岐阜県萩原は1時間に40ミリの激しい雨を観測しました。明日午後6時までの24時間に予想される雨の量は、いずれも多いところで、愛知県は150ミリ、岐阜県は200ミリ、三重県は160ミリの見込みです。